秋葉原はこの活動っていうかアイドルネッサンスの候補生とかになってから多分初めてです。月に2回ほぼこう当たり前じゃないけど頑張る、高まる、みなぎる、全部印象には残ってますけど、でもやっぱ新人公演の時が一番、いや毎週髪型変えて毎週新曲増やしてみたいな。ここでルネッサンスが始まって、いや思い出がいっぱいです。ちょっとそんなに別に自分自ら行きたいと思ったことなかったし、秋葉原を歩くことでさえちょっと怖いっていう感じで、でも全然なんか定期公演とかで来るようになってから、なんかいろんなとこでアイドルさんが活動してて、身近な場所にアイドルがいる感じで、でもやっぱ寂しいですね。もう平日とかにこう秋葉原に来ることも、他の機会で行かせていただくことはあっても、そんなに今ほど頻繁には多分行くことはないので、ハルチャーズはいっぱいこう裏にいろんな方のサインが書いてあって、行くたびに新しいアイドルさんのサインとかあんまなんかこう増えたりするんですよ。だから多分次行った時にはまたたくさん増えてるんじゃないかなと思って。